はい、というわけで今日はあるところに来ております。こちらでございます。あ、早い。いや、まだまだ。あ、ごめんなさい。まだ今の場所の紹介なんで。すいません、すいません、あの声も出しちゃダメです。あ、すいません、あ、すいません。もう分かりますね。今もうちょっとこのね感じで分かる方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらの方です。ビタミンミネラル抹茶タルトタスカコラボです。どうもよろしくお願いします。今日はねコラボということでお邪魔させていただきました。お願いします。お願いします。もう僕はもう感動してます。憧れの中山さんがうちにいるっていうこの現実味のなさ。いやいやいや、それにしてはコラ君、はい、あの初っ端全然緊張感なくポッと来てました、ね、でコラ君の YouTube チャンネルの方にも動画出させていただいておりますのでぜひご覧ください。今回はね先日行われた第29回東京ノービスボディービル選手権大会でコラ君が75キロ以下級で優勝で、僕は75キロ超級で優勝ということでダブル優勝させていただきました。ありがとうございます。はい、どういうことですよ。芸人がね2人が同じ大会出て、はい、階級は違えど優勝したということでぜひもコラボさせていただこうということで、ね、いや嬉しいですよ。もう優勝してよかったって一番思いました。中山さんとコラボできるんだ。いつでもできたんですけど、はい、なんかこう一番いいタイミングとかねきっかけでねやりたいなっていうのがあって、そして今回ねコラボさせていただくんですけれども、同じ芸人というカテゴリーで YouTube もやってて、はい、でボディービルもやってるということで、どっちが筋トレすごいんだいっていうのもあると思いますので、はい、今回はベンチプレスで対決したいと思います。よいしょ。ちなみに小原くんは、はい、ベンチプレスとかどうですか。普段からどれぐらいやりますか。もう僕胸のトレーニングはほぼベンチプレスで8割型ベンチプレスです。もうベンチプレスしかやらない日が多いぐらいで。なるほど。もうかなりやってます、ね、しかもここでやり込んでるということですね。ここでやってます、はい、中山さんベンチプレスは。僕はベンチプレスは基本的にはしないんですよ。だいたいもうダンベルでやるかフライからやるとか。あー、そうなんですね。大体で言うと2、3ヶ月に1回ぐらいかなっていうそんなちょっとしかやらないですね。バーベルを使ってはね。マックスを測るとかっていうのもあまりしない。マックスはもう20代から基本的にやってないです。あ、そうなんですか。最後20代の時にやったマックスって何キロだったんですか。28ぐらいの時に、はい、137.5 とかそれぐらいかなっていう。でも 137.5 上がってるんですね。だから140は持ったこともないです僕は。ああ、そうなんですね。小原君の、はい、まあ、最近でもいいけれどもベンチプレスのマックスでどれぐらいですか。僕135は動画に上げましたね。140キロは一回別のジムで上がったことあるんですけど、ギリギリの140、一番調子がいい時で140です。なるほど。さあルールですけれども、はい、体重かけるの 0.8 ぐらいでやりたいんですが、はい、ちょっと小原君のところのプレートの微調整がいろいろ難しいのもありますので、そんなに細かいのがないんで、はい、はい、で今体重なんですけども、小原君は体重何キロ。僕75キロです。私はこれも朝なんですけれども 77.45 なんですよ。今が78ぐらいとして 62.4。 僕75の 0.8 で60キロなんで、これ今微調整効くのが60キロの次65キロなんですよ。はいはいはい。だからまあ切り捨てで60キロですかね。いや僕だから65にしようか。65で言ってくれるんですか。それ不利ですよ。まあしょうがない僕じゃあ65にして、はい、小原くんは60で、これちょっと細かいプレートがないので、はい、それでいきましょうか。そうしましょう。じゃあルールの方ちょっとまとめますと、小原くんが60キロです。60キロのバーベルの重さ、はい、で僕が65で、だから60キロと65キロで勝負、はい、ちょっとだから中山さんは不利ルールになりますね。 0.8 よりもちょっと重めになりますが、はい、はい、その辺はなんとかありがとうございます。頑張りたいと思いますんで、よいしょ。あ、これこういう、あ、ここ結構やりにくいんですよね、このラック。あ、なるほど。あ、いいね。でも、まあ、最低限はできるんですけど、バー最初引っ掛けとくところとかが長いし、あ、ここ奥さん、はい、そういうコツがちょっといるのか。そうなんです。あと、あのセーフティーがこんだけしかないんで短いね、確かに。これだからこことここのこのたったこれだけの隙間、こんだけの隙間の間に落とさなきゃいけないんですけど、そうするとこっちに当たったりこっちに当たったりするんですよ。なるほど。僕もずっとこれでやってるのに未だにここに当たったりします。あー、これですねこれやっちゃうんですよね。プレートついてまた重さついたらね違うよね。そうなんですよ。さあ、それでは先行は小原くんからです。60キロセットいたしました。いきます。お願いします。60キロ、いきます。10、
れで、22、23、25、26、27、28、29、30。あれ、31、32、33、34、35。さあ、ここから36。そこまで。コアラ君の結果は、60キロで37回です。さあ、コアラ君、改めましてですが、60キロで37回でございます。はい、どうですか。やりきりました。60キロを限界までやるっていうのはやっぱりいいですね。ね、ちょっとかなりパンプアップしてきたね。もう1セットでめっちゃパンプしますねこれね。いや、でも結構いきましたね。結構いきましたね。うん、37回。最後ちょっと情けない声が出てましたけども、15回から20回ぐらいであれって言ってたけど、まあこれも言い訳になっちゃいますけど、うんうん、あれおかしいなっていうのはちょっとありましたね。まあ日によってね、はい、なんかこうやってて、あれ今日ちょっと体力弱いなとかありますからね。そうなんですよね。わかんないですか、僕もちょっとどうなるか。そうですね、普段やってないので本当に。確かにそうですね。じゃあ私、続きまして挑戦ですが、重さを65キロにします。このカラーをつけたら 2.5 キロずつということで、はい、これでバーベルプレート合わせて65キロです。65キロです。よいしょ。おー、あ、やっぱでかっ。熱いっすわ。小原くんとこのこのライトすごくいいね。これいいんすよ。これだからちょっとこう部屋の電気消すとね、よりねストリエーションまでしっかり見える。あ、すげえ。お願いします。しゃ、じゃあ65キロで。はい、しゃ、よし、はい、35がギリ上がらなかったということで、ちょっと肘が、記録は34回。34回でした。確かに言い訳ですけど、はい、これコツがいりますね。もう30から連続でこのフックにずっとガコン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 当たってたんですよ。確かにこれね、当たるのって経験ない方にはちょっと想像つきにくいですけど、もう限界までやってる時にこいつにカツンって当たるのがめちゃめちゃ体力持っていかれるんですよね。軌道も当たらない軌道でこうやらないといけないっていう。なるほどな。難しいんですよ、通常のラックよりも。これがね、やっぱね、ホームジムの魔物ですね。なるほど。普段慣れてるとね、それでも難しいけども、自分まだ慣れてたんでそこまでガコガコ当たらなかったですけど、いや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 、それでもね、やっぱりまだまだですね、初体験の方にはなかなか難しい。結果で発表しますと、はい、小原くんが37回。37回。それは私が34回ということで、今回は3回差で小原くんの勝ち。ありがとうございます。僕も脱いでいいですか。これちょっと小原くん、ライトいいね。これそうなんですよ、ライトがやっぱもうやっぱりもうどれだけよく見えるかっていうことに僕は。あ、いいね。あ、いいですね。これでももっとライトいけんの。カット出す一番いいだろ。一番カットが出るのは多分部屋の電気を消してこいつをマックスにしたぐらいが。あ、ちょっと小原くん、これが多分いいんじゃないですかね。あ、いいね。あ、いいですね。ちょっとマスキー。あ、いいね。ちょっとサイドチェスト行きますか。サイドチェスト行きましょう。あ、いいっすね。
これはいいっすよ。これいいね。いや、コラクこれいいね。これはいいっす。あ、いいね、これコラクそっちで撮らせてもらっていい？こっち行ってください、こっち行ってください。こっちいい、こっちです、こっちです。うわ、いいね、こっちいいね。こっちいいっすね。そっち、いや、コラク、はい、いや、こんなことしてる場合じゃない。はい、そうでしたっけ。ベンチプレス対決締めないと。ついついいいライティングがあるとついつい夢中になってしまうっていうのは我々の差がみたいな。ここいいね、ライティング完璧ね。さあ、というわけで、はい、ベンチプレスの体重×約 0.8kg で勝負しましたところ、コラクの勝利ということで、ありがとうございます。今回は負けましたけれども、またなんかちょっといろんな企画で今後もね、対決とかいろいろコラボさせてもらえたらと思いますんで、あ、ぜひお願いします。はい、そしてですね、コアラ君とのトーク、今回大会でコアラ君どんな感じで減量を進めていったとか、そういった話は筋肉 TV セカンドの方でもやっております。概要欄チェックよろしくお願いいたします。それではコアラ君、はい、最後はいきます。いいですか。はい、いきますよ、せーの、パワー。